やっほー、スタンプの運転してる古澤ミクです。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、私寝起きなんですね。寝起きっていうか、化粧したまんま寝て、でなんか中途半端になんか眉毛とか残ってたりするんですけど、ヘルペス全開でこう、みんなにどうしたのって、ヒゲ剃りミスっちゃったのって言われるんですけど、ヒゲ生えてないんですね。女なんです。ん、あとね、私ね、皆さん知らないと思うんですけど、めちゃくちゃ目悪いんで、これメガネ、本物のメガネなんですけど、メガネしてお送りしたいと思います。休みの日まではコンタクトしたくないよっていう、休みの日はコンタクト休ませてって感じなんで、ちょっとメガネでお送りしていこうと思います。はい、ということでね、今日はもうここに出ちゃってるんですけど、これはなんとドゥルン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 、ワークマン購入品紹介。はい、今袋こんな感じなんですね。まあエコですよね。まあ袋お願いしますって言わなかったから、これなんですけど助かります。まとめていただいて、ちょっとねサムネ撮るんでね、ちょっとサムネちょっと一瞬開けますね。どれもマジでお気に入りで、絶対めっちゃいいんだよね。しかも在庫もほとんどなくなりかけてるから、見つけたらみんなほんと即買いだよ。ほんと即買いそんな1万円分だね。1万円でこれ買えちゃうんだ、やばくない？こんな買ったら1万円分です。まあね、早速ね紹介、前置きはいいよって感じだよね。もうちょっと半分出ちゃってるんで、これ見せていきたいと思います。じゃん、ドゥルッドゥルッドゥ、見えるかな、ドゥルッドゥルッドゥ、パーカー付き MA1 裏アルミ MA1 タイプジャンパーです。これねフード付きなんですけど、ちゃんとねここら辺まで覆ってくれるんですよ。めっちゃ良くない？ LL しかもなかったけど、私ダボダボに切るの好きなんで LL にしました。これね、L あったらね、買おうと思ってたんだけど、もう LL しかなかった。色もね、もうこれ1点しかなくて、多分3色展開でブラック、ホワイト、マスタードだと思うんですけど、これのめっちゃいいところは、鼻下まで隠れるっていうのと、あとね、ちょっと待って、もちろんねフードもね取り外せるんですね。値段が税込みで3500円で、ここチャック開けるじゃないですか。なんと中またチャックなんですね。でもちろんこれも取り外しできるんですけど、二重になってるんでめっちゃ保温効果があるみたいな。で、中アルミ素材だから風通さないみたいな感じなんで、めちゃくちゃあったかいっていう風に口コミで上がってたので買ってみました。ちょっと着てみよう。絶対普通にさ、おしゃれすぎない？見て、おしゃれじゃない？おしゃれすぎんこれ？いや、ダンプの運転手してます、古澤ミクです。いやって感じ。めっちゃいい、かわいい、かわいい。しかも LL だけど全然、ほら、お尻ちょっと隠れるかなぐらいっていう、そんななんか大きいっていう感じしないから買ってよかったかも。作業着とかにもなるし、普通にそこら辺ちょっと行くときとか、あとママさんとかお迎えとか行くときとかでもめっちゃいいかも。あとね、朝チャリンコ乗んなきゃいけないママさんとか、風通さないっていうことでアルミ素材だからおすすめです。あとね、中もね、ちょっと作業着メーカーらしくちゃんと中ポケットがあったりとか、ここもねちゃんとボールペンとかね、さすがワークマン。で、次行きたいと思います。
インナー買いました。じゃじゃん。インナー、これもね、在庫ね、私が行った時1個しかなかったの。これ。フリースモックネックの、私はブラックデジカモ、デジタルカモフラージュ柄。1900円です。税込み。で、これ L サイズにしました。もう、L サイズって言ったらもうダボダボって感じするけど、そんな、ピッタピタのやつよりは、ちょっとダボっとしてる方が可愛いなと思うので、これです。これも、めちゃくちゃ、あったかい、動きやすい素材になってて、でね、熱を逃さないね、加工になってるみたいです。フリースっていうのがありがたいよね。中身もね、裏も後ろも、全部、フリースじゃないところないので、これ1枚でも全然、ちょっとあったかい日とかは大丈夫です。なんかこれ合わせても、可愛いなと思って、ほら。可愛くない？丈はね、結構、MA1 と同じぐらいだから、まあいけるかな。まあこんな感じだね。めっちゃセンス良くない？作業着の私。マジでさ、なんか、コーディネーターなろうかな、作業着の。っていう感じです。これおすすめ。これね、ラスト1点だったんで、みんなも見つけたら買ってください。じゃん。多分去年も買ったと思うんだけど、リスナーさんにおすすめだよって言われて買った。メディヒールの、なんだっけ。そう、ルームウェア。ルームウェアです。色がね、揃ってたし、サイズも揃ってたんで、L サイズでグレー買いました。これね、本当に、体が軽くなるっていうか、まあ、気休めなのかもしれないんですけど、なんか、体がめっちゃ軽くなる感覚があるので、これも、新調しようと思って買いました。まあ、どっちも1900円です。ちょっと、気になるなっていう方はね、ちょっと買ってみてください。メディヒールのルームウェア。疲労軽減、筋肉のコリをなんか取ってくれるみたいなやつなんですけど、まあ、これは、まあ、去年も紹介したんで、引き続き良かったんで買いました。で、次、最後。1万円だから結構あっという間なんですけど。でも1万円でこれだけ買えるの良くない？私は、ボトムスはほとんど変わらないので、ボトムス結構持ってるんだよね。1、2、3。6着ぐらいあるから、ちょっとアウター、ライトアウターとかメインで買ったんですけど、なんかこんな感じ、そんな感じですね。ちょっと待って。もしそしてラスト。待って、ラストちょっと買う前にちょっと待って。チャックのボタンがおかしい。はい、すいません。ちゃんと整えました。そして、最後は、ブルブルブル。じゃーん。色合いがめっちゃ可愛いと思って、買いました。可愛くない？これ、ちょっと青とオレンジと白の3色で、名前が、ライトウォーム 2way スタンドカラージャケットのトリコロールカラーです。サイズはね、私がいた時は L とも LL しかなかったんですけど、L をゲットしました。これもね、見つけたら絶対買った方がいい。めっちゃおしゃれ。これね、弟の真似したんだよね。弟が、なんか、いいの買っちゃったんだけどって言って、見せて、つって見たら、めっちゃ可愛いと思って真似して買っちゃいました。でも、ちょっと待って、なんて書いてあるの？あ、雨でも雪でも現場でも、いけるやつらしくて、防水レインジャケットとして使えるみたいです。めちゃめちゃ可愛いなと思って、ライトアウターとしても可愛いなと思って買っちゃったんですけど、中にだ中もね、中の生地もこんな感じで、なんだろう、防風となんだっけ、雨防水加工してあります。一応、レインジャケットっていうくくりなんだけど、待って、間違えた。つける位置間違えた。一応、フードも外れます。
みんなもね、ちょっとした、ちょっと今年さ、あったかいじゃん。超極寒ってわけじゃないから、なんかちょっと暑くなりやすいし、冬だから一応やっぱ朝と夜は寒いけど、みたいな感じで、今の時期とかいいなと思いました。今年みたいな時とかいいなと思うし、あとはね、もちろん、ここも、すぼめる？なんていうの？閉じ込められるように、何これ？なんていうの？ここもね、調節できるのに、ここも、できるし、いいなと思って、買いました。色こんな感じで。これもフード出しても可愛いよね。でもどっちがいいかな、どっちが多いかも、どっちが多いかな。でも私なんだかんだこっちも着そうだし、こっちも着そうだし、まあ今回のやつ全部お気に入りすぎる、どうしよう。全部着ます、普通に。普通に全部着ます。バックマンってさ、本当さ見つけたら速攻買わないとさ、すぐ在庫なくなるからさ、本当気をつけてみんな。あとね、ワークマン女子にはあるけど、ワークマンにはないとか、ワークマンにあるけど、ワークマン女子にはないとか、まあ、そういうのもあるから、そこも気をつけてほしい。あとね、うちね、ワークマンプラスが近くにないのね。でも、ワークマンしかないから、ワークマン女子もあるけど、ちょっと遠いのね。だから、ワークマンの方が結構行くからさ、なんか、ワークマンとか、ワークマン、で、また間違えた。なんでも私さっきからずっと間違えてんの喋りながらできない。ちょっと一回止めていい？やっとできた。こういう感じだね。パーカーつけてるのが可愛いかも。なんかさ、こういうさ、色のやつがさ、ワークマンプラスのさ、子供なんかのところでさ、似てるようなやつがあったからさ、お揃いで着ても可愛いかも。まあ、あるかわからんけど。最近ワークマン女子行ってないからな。ね、みんなもよかったら参考にしてみてください。これね、全部このメリーヒールのルームウェア以外はほとんど在庫なくなってたんで、多分一点限りとかなと思うので、見つけたらよかったら買ってみてください。このね、ちなみに値段も、待って、値段言ってなかったよね。これ値段いくら？税込みで39になります。よかったらみんな、この春夏に近づいていくこの季節、なくなっちゃう前に急げーっていうことでね、私ちょっとお風呂入ってきます。化粧も落とさないと。やばくない？もう普通にさ、化粧落とさないで寝てる場合じゃなくない？お前さ、お肌気をつけてるとか言ってさ、ヘルペス全然治るわけないよね。化粧落とさないで寝てたら、マジいい加減にしろ。購入品紹介してヘラヘラしてんだったら風呂入るやマジでっていう感じなので、ちょっと私は、購入品紹介終わりにしていきたいと思います。1万円でね、こんなにね買えるので、しかもこれもね軽いんで本当おすすめです。皆さんよかったら真似してみてください。ちょっと本当お風呂入る、やばいマジで気になるバイバイ、不安全に。いや、見ないが恥ずかしい。ほんとボロボロだよ、キムリ。